ジャッカルです。ちょっとね、過去の話をしたいなと思っております。織田家を滅ぼしましてね、織田家を滅ぼすとどうなるかというと、信長がね、浪人になるんですよ。浪人になった信長をね、自分の家臣にならないこと勧誘をするんですけど、最初はなかなかならないんですけど、まあそのうち、なるんですけどね、するとあの信長あのうちの足軽頭になっていました。店に来たものさ、訳もなくお茶を飲み話したよ。学生で賑やかなこの店の片隅で聞いていたボブ・ディラン、あの時の歌は聞こえない、もう変わったよ。時は流れた。あの頃は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。この店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。窓の外街路中がきつくしく、ドアを開け君が来る気がするよ。あの時は道に枯れ葉が、むとも立てずに待っていた。時は流れた。あの頃は愛だとは知らないで、さよならも言わないで別れたよ。学生街の喫茶店でした。杉山浩一で有名なね。